皆さんこんにちは。作曲家シンセサイザー奏者の西村直樹です。今日も西村ピアノアカデミーからお送りしています。今日2021年7月1日木曜日、今日のスーファの言葉は、気づくと現実が一気に動く。気づくと現実が一気に動く。そして7月、今月のスーファの言葉は、調和の道と真理。調和の道と真理。そして今日お送りする曲は、 NHK 心を旅する四国88箇所、この中から涅槃の道場香川県第74番札所高山寺の曲をお送りしています。7年半かけてお四国を回り、そしてこの曲をアルバムを完成させました。家族の事故をきっかけとしてお四国回り、30歳の時ですけれども、それまでは信仰心はほとんどありませんでした。それで回り始めて、最初は手を合わすことすらできなかった、そんな思い出が懐かしいです。そして次第にお寺を一つ一つ回るうちに、一つのお寺に一曲ずつという作曲をし、そしてこのアルバムができました。ぜひ心で音で旅していただければと思います。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。